M3 株式会社の笹川博人です。本日は GKE オートパイロットで新規グローバルサービスを安全かつ高速にリリースするというテーマでお話しします。よろしくお願いいたします。改めまして M3 の笹川博人です。M3A は2018年に入社し、データ基盤の構築、AI 機械学習チームのリード、全社のクラウド化推進などに従事しています。 本セッションの内容は次のようになっています。まずはじめに M3 について紹介いたします。M3 のビジョンは、インターネットを活用し、健康で楽しく長生きする人を1人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすことであり、このビジョンを達成するために、医療従事者向けに様々なサービスを展開しています。 M3 は日本のみならず、アメリカ、イギリス、フランスなど、グローバルに積極的に事業を展開し、全世界の医師の半数に当たる約600万人の会員基盤を保有しています。その会員基盤を活かし、製薬企業向けのマーケティング支援サービスなどを展開しています。次に、このセッションのメイントピックである、今回新規に開発した EU の医療従事者向けのメディアサービスについて説明します。今回、フランスのグループ会社である Vidal と協力し、医療従事者向けのニュースサービスを新規開発することになりました。M3 と Vidal の分担は次のようになっており、M3 は日本で培った会員のアクティビティ向上のためのノウハウの提供と、す、え、べ、ー、てのサービス開発工程を担当しました。 一方で、ビダルはニュースなどコンテンツ制作と GDPR をはじめとした EU エリアの規制対応のサポート、ビダル既存サイトの会員基盤の提供を担当しました。新規サービスの開発については、ここに挙げた3つのポイントが特に重要です。まず1点目に素早く PDCA を回すための高速な開発、2点目に限られた予算に 対応するための開発コストの削減。3点目に GDPR をはじめとしたサービス展開地域における規制への対応です。次に、今回のサービス開発で今挙げた3つの点をどのようにして実現したのかについて紹介します。最軽ですが、新規サービスに重要なポイントは以下の3つです。1点目に高速な開発。 これについては、会員獲得、定着を高速に進めるため、施策を数多く打ちつつ、その結果から学ぶというループを数多く回す必要があります。そのために運用負荷を極力下げつつ、変更を容易にしておくことがとても重要です。2点目に開発コストの削減です。これは新規開発に限らないのですが、開発コストの削減は特に重要です。特に サービス開発の序盤では限られた予算の中から最大の効果を出すため、開発コストを少しでも減らす必要があります。3点目に規制への対応です。EU でのサービス開発をする際には GDPR への対応が不可欠です。また、今回フランスでのサービス開発であったので、フランス独自の規制への対応も併せて必要になりました。まずはじめに高速な開発について、 実施したポイントについて説明します。えー、高速な開発を実践するために、えー、と以下の技術選定を実施しました。まず1点目に GKE オートパイロットの利用です。今回開発するメンバーがすで、えー、に日本で GKE を利用していて慣れていることと GKE オートパイロットを利用することでノードの運用からも解放され開発に集中できるといった点が特に良かったです。 2点目に GraphQL のエンドポイントを用意してフロントエンドとバックエンドを分離したことです。このようにすることでフロントエンドとバックエンドを独立して開発できるようになりました。フロントとバックの相互のやり取りについては GraphQL のスキーマを前提にすることでスムーズに開発が進みました。3点目にマイクロサービスにはしないという決断をしました。 今回、3人のエンジニアと1人のデザイナーという小さなチームで開発することになったため、サービスを分割しても開発する箇所が増えるだけで特にメリットを享受することができません。マイクロサービスであれば、GraphQL の API からコンテンツ配信の API などを呼ぶような構成にするところを、GraphQL の API にコンテンツ配信の API を近づけにするような構成にしました。 一方で、将来的なマイクロサービス化を見据えて、モジュール性は最大限考慮した実装としました。今回開発したサービスのアーキテクチャはこちらです。図の中央下部分のデータと書いてあるビッグクエリのコンポーネント以外は、すべて GKE オートパイロット上で動いています。この部分の GraphQL に コンテントというコンポーネントが自活つけになっている様子が分かります。この部分は将来的にサービスが成長してきた際に、個別のポットに分かれていく予定です。次に、開発コストの削減についてです。今回の開発では、開発コストの削減のために以下の2点を特に実施しました。1点目は、スポットポットの利用です。 スポットポットは Google Cloud の予備のコンピューティングリソースを利用する仕組みで、一定時間後にポットが強制的に終了してしまう代わりに起動するポットの料金が大きく割り引かれるものです。今回の開発では、開発環境のすべてのポットにスポットポットを適用することで、料金を大きく抑えることに成功しました。次に DB インスタンスを1つにまとめるということをしました。 DB ではコストが高いコンポーネントの一つなので、極力一つにまとめることで料金を削減することを狙いました。ただし、さっきに述べたマイクロサービス化を見据えて、インスタンス内部でもデータベースの単位はサービス単位で分割することで過度に見つけつごにならないように工夫しました。さっきと同じアーキテクチャーズです。 この部分について DB インスタンスは一つにしつつアプリの実装だけでなくデータベースの中身もサービスごとに区切られている状態にしました最後に規制への対応についてですこの部分は今回のサービス展開するフランスのチームと特に協力して取り組んだものです 1>, 1点目に GDPR の対応についてです。ユーザーの許諾取得画面のフロントに実装したり、規約への記載内容を Vidal のデータ部門の担当者と協力して対応しました。で2点目に Google Analytics の利用禁止への対応についてです。これは、えー、リリース直前のことになるのですが、フランス当局から Google Analytics の利用が違法である旨の発表がありました。このサービスでは GA の利用を前提とした実装になっていたため、とても困ったのですが、コードログの記録ツールを自作することで対応しました。ツールの構成としては、フロントからコードログデータを記録したペイロードを受けてロギングするだけの API を実装し、API の裏で クラウドロギングからログシンクを用いてビッグクエリーに連携するというシンプルなものです。今回、えー、さっき述べたマネージドサービスを積極的に利用することで、工数を少なく、えーと、素早く対応することができました。変更前のアーキテクチャ図です。この部分の GA の利用が禁止されたため、今回、 自作ツールをフロントエンドとバックエンドに実装して対応することとしました。最後にまとめです。このセッションでは、グローバルの新規サービス開発についての重要なポイントと、そのポイントに対応するための工夫について紹介しました。1点目に高速な開発については、GKE オートパイロットの利用と GraphQL を利用したフロントバックエンドの分離。 不要なサービス分割の回避をすることで対応しましまた2点目の開発コストの削減については、スポットポットの利用と DB インスタンスの削減で対応しました。最後の規制の対応については、グループ会社の支援を受けたことと、Google のマネージドサービスを利用した自作ツールの実装で対応しました。本日は GKE オートパイロットで新規グローバルサービスを 安全かつ高速にリリースするというテーマで発表いたしました。ありがとうございました。